部屋のある一部がなんか防音室みたいになっちゃってまして、そうなっちゃってたっていうか、防音エリアができてて、そこで今やってます。 これ防音のマットらしくて、そうなんか弟がそういうの興味あって、多分なんか音楽系の、そう音楽関連のなんか趣味でやってるらしくてですね、そう結構ガチでやってるらしい、趣味だけどガチみたいな感じで音楽系のことをやってるらしくて、大学生の弟なんですけど、そうで、なんかね歌とか出してるっぽいんですよ。そう本当にね、前々から聞いてはいたんですけど、そう結構本当にやってるらしい。知らぬ間にもう改造されまくってる。そうで今その弟はなんか旅行中らしくて、友達と、そうでまあいないんで。 弟の CD わかんないんですけど、まあ何にも教えてくれないので、家族にもこういう名前で活動してるとかも何にも言ってないらしくて、顔出しとかもしてないっぽいんですね。そうなんで売れたら顔出しするよみたいな、そんな感じで売れたら家族にみんなに言うからみたいな感じで言ってんで、へえみたいな。そうかっこいいのがわからないんですけど、でも結構なんかすごい、そうなんかね結構バズってるらしいんですよ。そう 名前ってか本名とか出してないらしいし、顔出しもしてないけどバズってるみたいで、わかんない、 YouTube とかもやってるのかもね、 TikTok とかなんかサブスクとかにも配信してるっぽいですね。わかんない、私も名前すらわからないから、そう知らないんですけど、結構もう自分で生活できる感じになってるみたいですね。大学生だけどね、まだ。まあ趣味でそういうなんか趣味でそういう自分で生計立てれてるらしいから、まあいいんじゃないかなっていう、そのまあ大学に通いつつね、趣味でそうやってなんか好きなことできてるんだったらいいんじゃないかなって私は思うので、とりあえずまあほどほどに勉強して卒業してもらえたら、大学は。そう思いますけど、そんな感じで防音室がちょっと部屋にできてたのでそこにいますね。そう趣味でそれはすごいね、そういう音楽学校に通ってるとかではないんですけど、でもなんかそういう音楽作りに興味があって独学でやりだして、でずっとなんかそう独学でさ YouTube とかで学んで、わかんないけどね、一人でやってたらしいのよ。で自分でなんかボイスレコーダーというか、そのなんか機材とかもねちょっと集めたりしてて、バイトでね稼いだお金でやったりしてたら結構本格的になって、そう今うまくいき始めてるみたいよ、そういうので。そうバイトとかもやめたっぽいし 本格的にやってて、なんか自分が好きなことをやりたいっていうことで私も福岡に来た身なので、なんかそれは自分がやりたいことを見つけたならすごいいいことだなとも思うし、素敵だと思うから応援したいなって思って、でもアーティストの名前とか知らないので そうまあちょっと陰ながら応援するしかできないけど、まあ応援してるよって感じですね。なんかそういう感じで、そう両親もお母さんもただまあ好きなことやればいいんじゃないっていうか、
夢中になれることがあるのって素敵だから、まあしかもちゃんとなんかなんていうの、整形自分でやりくりできるような感じになってるみたいですね。まあ負担はかけてないっぽいので両親に、だからまあいいんじゃないかなって思います。そうそうって感じで、まあちょっと実家に帰ってきたんですけど、本当に久々に実家に帰ってきて、いつだろう、でもちょっと前、いつ帰ってきたかな、わかんないんだけど、あの2024年になって新年は初めて、初の帰省実家に帰ってきたって感じなので、ちょっと久々でした。明けおめって感じだったやっと明けおめって感じになったんですけど、なんかみんなちょっとやっぱね、本当にそうちょっと見ない間にか、あの部屋が変わってたりするんだよ、模様替えしてんのよねやっぱ、半年ぶりぐらいに来たりするとさ、そう本当に実家に帰れてよかったんですけど、明日もはあの2つお仕事あるし、結構バタバタしてるんで、すぐもう福岡に帰んなきゃいけないんですけど、寝るだけ寝て帰ります朝帰りますね、なんかいいなと思う、ね、やっぱ自分の好きなことやるって素敵でいいよ、いいことだしね、熱中できるのはいいよね。なんかさ、そう、自分の部屋が物置になってました。わかるわかるわかる、お年玉全員にあげましたよ、弟に。うん、顔見せれるのが親孝行やな。そう、お母さんのご飯も食べて、そう久々にねお家でご飯みんなで食べれてよかったです。私明日はもう福岡でお仕事なので、生写真撮影とかもあるので帰らなければいけません。私は4人兄弟です。一番上の長女です。お姉ちゃんです。私下は弟です、全員。だから私女の子1人なので男っぽいです、性格がかなり男っぽいですね、体育会系って感じです。うん、だから私長女なのでもう女1人で、もうお母さんと2人でいつも旅行とかね、温泉とか行ったら女子旅2人みたいな女子二人旅って感じで、そう感じですね。でもね、今日は占い番組で見てました、皆さん見てくれましたか、楽しかったよ、ありがとうございます、見てくださった皆様、いろいろ占ってもらいましたけど、まあでも最初に言われたのは感受性豊かな、私感受性豊かなんだ初めて知ったんですけど、感受性豊かで目標をちゃんとしっかり達成できる人って言ってもらえたのはすごく嬉しかったです。そうだからなんか迷いそうになっちゃうと良くないというか、間違った方向に進みたくなっちゃうみたいな、やっぱだけどそれをやっぱ常々自分を客観視して冷静に判断していかないとダメだなって思ってね、客観視して私のことをね、芯をぶらさずに生きていかなきゃなとも思いましたけど、まあそういうのはちょっと難しいよね。であとはでも結構いろいろ占ってもらって、そのなんかラーメン屋開業もできるみたいな市村屋も開業できるみたいな言われたし、確かになんかしっくりきましたね市村屋は。うん、ラーメンもともと好きだったしねなんか
すごいしっくり飽きましたけど、あとはなんか今年は結構本当に2024年は運気いい、いいっぽいし、なんか注目される年、私はそうとてもだから SNS で本当にバン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 発信していって、なんかした時は行動に起こした時はしっかり SNS に出して発信してってっていうことなので、まあそれはねどのね芸能人の人にも当てはまるかもしれないけどね、特に頑張ろうかなと思います。そうそうそう、でも小説家っていうのはね大先生になれるって言われたんですけど、マジで印税で生活できるって言われたんですね。本当に初めての角度すぎて、私小説とかもあんま興味なかったし、ちょっと無知なので小説とかって漫画とかとやっぱ違うじゃん。だからちょっと小説読んでみようかな占いにすごい影響されちゃうかもしれないけど、ちょっと小説の世界も踏み込んでみようかなみたいなちょっと思いましたね。なんか知的な感じもいいって言われたので、知的な一面を出すのも結構ありっていう感じで言われたんで、うん、もしかしたらいいのかな。今年ちょっとインテリじゃないけど、まあなんて言うんだろう、知性がある感じ、知的な感じの雰囲気出せる大人になりたいけどね。まあ、ちょっとどうなんですけど、どうなんですかね。とにかくメガネもいいってね、メガネ姿もいいって。私そうですね、文章、私は作文、学生の頃は作文が得意で感想文、なんか作文コンテストとか作文のコンクールとかにすごい出展されてたぐらい私作文が得意だったんです。でもそんなのもう遥か遠い昔のことで、小学校とか中学校の時なので全然意味がないと思うんですけど、まあ文章は昔から書くのが好きだったんですよ。そうだから私全然言葉を多分まだまだもうちゃんと知れてないから、難しい言葉とかやっぱ小説を読んだら結構そういうボキャブラリーとかも増えるかなと思ったんで、今年から読み始めようかなって思いました。はい、小説はうん、なんかつながりそう、そういう喋る時とかにそういう知的な部分が出せそうじゃない、なんか言葉でね。だから小説はちょっと取り入れてみようかなみたいな思いましたね。本当に全然踏み入れたことない世界だったんで、行ってみます、そっちの世界も。とちょっと踏み込んでみます、うん、いいかもしれない。ちょっと、まあ、おすすめの小説とかあったら教えてください異世界もの異世界の転生系でバズるって言われたんですね。まあ30代ヒットとか印税でとか言われたけど、まあそういうのも、でも小説はちょっと面白そうなの見てみたいですね。そう、文豪、あ、すごいピントが、うん、いいかもな。アイドルで異世界とかもすごいな。ちょっとねやって、なんか小説はまあなんかその目指すか目指さないかとか置いといて、まず踏み込んだことがない世界なので、一回ちょっと小説という世界に触れてみるのもいいのかなってちょっと思いました。人生初そういうこと言われたので、小説はちょっとね、うん、ちょっと読んでみたいかもしれないです。え、ありがとうございます。1691、ありがとう。ねえ、難しそうだよね小説って。どんなものかもあんまり分かんないしね。ブログ解説とかもしてみたいんだよね。確かにブログ解説もいいよね。ちょっと早に、ありがとう。あそこまで言われたら試したい。そうそうそう、あんなに言われたらね、ちょっと可能性を秘めてるのかってちょっと
と思ってやってみたくなるよね。まあそんな感じですごい占ってもらってね、いろいろブログとかも書いてみたいけど、そう、まあちょっとね取り入れてみることもちょっと始めようかなって。男運がないって言われましたね。そしてさらっと言ってしまったけども、男運ないらしい私本当に。でも結婚が早いって言われましたね、なんか占ってもらったんですけど。そう、男運がねないらしくて、そうやっぱりダメなんだと思う。さえちゃんも納得してたよ。なんでだよ何で納得したんだ。普段の私生活見てとか、そうね、なんか私でも、じゃあ本当にねお母さんとか、まあ、お父さんにも言ってるんですけど、ごめん愛理結婚しないと思うって言ってるのよね結構前から。実はそう家族でご飯食べてる時とかに、なんかそういう話になって、なんかさやっぱ友達とかも結婚する子が多いからさ、多いっていうかまあしてる子もいるから、子供とかもできて、そう今の段階でだけどね、まあけど、前で結婚しないと思う、ごめんね子供の顔とか見させてあげれないと思うけどごめんみたいに言ったの。そしたら笑ってたまあいいんじゃないみたいな感じで。なんでそう思うの？なんでそう思う？時間をなんか自分に使いたいっていうのもあるし、お金も時間も自分に使いたいっていうのもあるし、なんかお母さんを見てると、そう洗濯を家族分回して、家族分ご飯作って家中掃除して、学校のこともやって、PTA とかもいろいろやったり、ボランティアとかもやったり、なんかお母さん本当にすごいんですよ。でまあね、なんか子供が学校でなんか必要なものとかもお母さんすぐ用意してくれたり、なんかそれを全部毎日で、毎朝早朝に起きてお弁当作りできないんですよ絶対。私できないっていうか、できるかもしれないけどやりたいと思わなくて、そうだから子供とかを育てるとかのなんか強い覚悟ないっていうのもあるし、やっぱ現代はこう結婚されない方も増えてきてるみたいだから、別にまあそれだけが幸せの形でもないのかなみたいな思って、そうでもお母さんはすごいなと思ってね、だから母親にはなれないなってちょっと思ったりして、消極的になってあれしたわけじゃないけど、なんか自分一人でいろいろな旅して、なんかそうまあ独身の友達と一緒になんかどっか回ったりするのもまあ楽しいんじゃないかなみたいな思って、結婚っていうのはあんまりなんか深く憧れみたいなのは今ないですね本当に。結婚は弟たちに任せます。分からんけど、一番上の弟は多分結婚しそうなんでね、いずれだからまあその弟に任せよ、赤ちゃんは その子にちょっと見させてもらう。いつからそう思ってんの？いつから、でもアイドル活動してどんどん思ってったかな。なんかてかやっぱ今の時間で結構こう
恋愛をしてないっていうことで、多分 卒業後とかにし始めたりしたら、なんかそれこそダメ男に引っかかりそうなのよ、私とか。多分ね、そう言われたから、あれ自分ではそう思ってなかったけど、引っかかりやすいって言われちゃったら、なんか良くないと思うんだよね。だからもうしないっていう、だったらもう結婚とかしないってちょっと割り切ってもいいかなとか思ってね。耐えられるか不安だったりする。今は本当になくて、もうマジで家族みんなに宣言してるのよ。ごめん、一人で生きてくかもみたいな。でも理解してくれてるんで、もういいかなとは思って、別にまあいいかなとは思うけど、でもなんかそれほどやっぱ今はちょっと分かんないっていうか、その結婚とか考える日常生活に考える時間なんて1ミリたりともないというか、現実的じゃなさすぎて、話がね、私は。だけどもう仕事が今生きがいなので、仕事と、まあ、そのグループとファンの皆さんとメンバーとっていう、そこで生きているので、そこしか今ないんだよね、あんまり。ちょっとね、まあ、仕事に集中したいっていう時期だし、まあ神奈川から福岡に来てね、来てまでやっぱ活動してるからには、そこまでしてね、来たからにはやっぱ仕事に集中して真剣に取り組まないとっていう気持ちでずっと来てるので、本当にね、だから、そうだから本当に、まあちょっと男運がないということで、今後ちょっとマジで気をつけたいっていうのもあるけど、やっぱファンの方以上にね、そう私を好きになってくれる人はいないと思うんだよね。ファンの方がもうすごすぎて、やっぱりダメですよね。35歳まで仕事が全てだったけど、まあだから仕事できるまで仕事してお金貯めて、で貯めたお金で、まあなんか趣味に使って みたいなね。今後どうなっていくのか分かんないんですけどね。そうとか言って、アイドル卒業してすぐ結婚する可能性もあるじゃん。わかんないですから 未来なんて何にもわからないからね。まあそうそう、まあちょっとお金に困ったらね、クラウドファンディングします。 みんなに養ってもらいます まあそういうのは冗談ですけども、まあちょっとわかりませんね、どうなるか本当に分かりませんので、私も。そう、でもちょっと本当に結婚はちょっと、全然考えてませんね。とにかくダメ男に引っかかりやすいということなので、今後ね、忘れないようにそれを頭に置いときます。片隅に置いとくね。お母さんも本気で聞いてないです。いや結構信じてるよ、私も実家帰るたびに言ってるから。結婚しないから、今日もさっき話したんだけど、引っかかりやすいっていう、その気にするっていうか、私そう思ったことがなかったよ、自分で。別に
そう、なんか事例がなさすぎて、自分にそういう経験がなさすぎて、なんていうの、思い当たる節みたいなもんないし、え、そうだったんだっていう、多分これ今後だと思うんだよね、将来ってことだと思うんだけど、そう、大丈夫かなと思ってさ、怖いよね。それでさ、そんなんでさ、お金なくなったりしたらさ、一番嫌なんですよ、私、本当に。そう、自分でお金使いたい人だからさ、嫌なんだよね、すごい。だから本当にそれぐらいだったら一人の方がいいなと思って。誰かにね、なんか、引っかかるよりは、じゃあそれだったら一人がいいかな、みたいな。まあ、ファンの方によるとね、そういう、なんて言うんだろう。そういうのも経験して学んでいくんだよみたいな こともあるかもしれないけどね。まあ時間の無駄だよね、本当に。そうそうそう。やだね。今何時だろう。ちょっとお風呂を沸かしてくれてるんでね、お母さんが。なんかさ、お風呂沸かしてくれるとかも本当に。あとちょっとで終わって。終わるかな。なんか実家だなーって感じ。実家来てるみたいな。もう本当にね。すごいよね。あ、あとね、なんかランドセルを発見して、実家のなんか押し入れにね、あったらしくて、最近見つけたみたい。私のランドセル見ますか？そう。旅館だよ。やばい、落ちそう。それを用意してて、今。ランドセルがあったって言って、なんか。ランドセルは初公開ですね。うわ、懐かしい。ランドセルにじゃじゃーん。ランドセルこちら。小学校の名前とか入ってない？大丈夫？危ない。うわ、なんかファイルとか入ってるんだけど、そのままやん。ショッピングピンクです。え、懐かしいぞ。やばい。え、やばい。6年生の。やばい。ちょっと待って、これお宝映像なんだけど、どうしよう。ちょっと見て。これ見れてる人レアなんですけど。6年い、2組。え、あれ、6年2組だったの？え、やばい、記憶がなかった。あれ、6年1組だと思ってた。やっぱ2組側だったの、合ってたね。6年2組でした。うん、すごいわ。あ、字綺麗なんだよね。見て。なんかペン字とかやってたから、家で。なんかしゅ、なんか筆ペンみたいなのに書いてるわ。綺麗でしょ？ほら、なんか、うわ、出てるよ。すごいね。こんな。うわ、小学生の頃に書いてたやつなんだけど。ちょっと暗くて見えないかもしれないけど、なんか書いてますよ。漢字を書いてた。6年生の漢字ドリル出てきたわ。綺麗だな、字が綺麗です。小学生の割には綺麗じゃん。漢字練習帳しかない。 すごい。わ、綺麗すぎる。私マジで綺麗なんだけど、どうしよう。超綺麗。字綺麗じゃない？
ランドセルに入ったままの、ママがそのままにしてた。多分着てくれてた。めっちゃ G 綺麗。超 G 綺麗。私頭良かったもん。成績優秀者だもん。小学生の頃は特にね。中学も良かったですけど。うわやば。連絡ノート出てきた。連絡ノートとか懐かしすぎない？何このキャラって感じだけど、なんか雑貨屋さんで買ったんだと思う。連絡ノートが出てきたよ。懐かしい。やばい。これは2011年4月25日だって。使い始め。なんか書いてある。4月2011年です。どうします？やばくない？2011年だよ。よくあるね、こんなん。すごいよ。なんかちょっと。か、こんなのあるんだ、はい、取っといてくれたんだね。うわ、なめこのファイル出てきた。なめこ栽培キットのファイル。なめこのなんかプリントとか出てきたんだけど、学校の。ちょっと待って。うわ、なんか旅立ちの日にとか出てきたんだけど。旅立ちの日に、うっすじ。旅立ちの日にの楽譜出てきた。だろうこれ。発声法とか書いてある。すごい、すごいです。なめこハマってたな。なめこ、なめこちゃんハマってた。ショッキングピンクでね、これほらなめこなのよ。なめこ、なめこのキャラクターグッズ、ほらやばくない？これランドセルのお気に入りポイント、ハートの刺繍。ハートの刺繍が、あ、ひろとさんありがとう。こういうこの裏がこうやってカチャってなんですよね、自動で。ほらって言ったら、押しただけでカチャってロックされるの。すごいでしょ。うわ、ちっちゃ。やばい、入んない。ね、こんなんなる。腕が通らん。すごい。はあ、これに入ってたんだ、小学生の頃は。悲しくなるよ。ほら、成長しました。成長しちゃいました。これが私のランドセルです。見えるか、赤に見えちゃうかもしれないんだけど、ほらちょっとピンクなんですね。濃いピンク、濃いピンク色なんです。実はちょっとね、小学生の頃から尖ってたんでね、赤は嫌だって。水色と迷ったけど、いや飽きるっしょってなって濃いピンクになりました。ちょっとみんなと違うのが良かったんですね。そう、懐かしい。こんな感じですごく、あの懐かしいものをお見せしたんですけど、実家に帰ってくるとね、蘇ります、いろいろと記憶がね。うん、福岡
に戻るのがちょっと寂しくなっちゃうんですけど、いつも実家に帰るともっと地元にいたいなって思っちゃうんですけど、まあそんなことも言ってられず、明日からもまた仕事があるし、バタ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 あるんでね、ちょっと頑張んなきゃねって、そう思います。すいません、皆さんありがとうございます。ちょっと懐かし配信と、まあちょっと実家トークだったんですけども、皆さんありがとうございます。すいません、防音室からお届けいたしました、防音部屋。勝手にこんなん作ってるもん、私の部屋だったのに、すごいわな、こんな吸収するやつガチだ。こういう部屋でアイドルも配信したいもんね、ほんとすごいね。じゃあランキング読みましょう。あ、皆さんちょっとメールもね、今日全然ちょっとしか送れてなかったので、すいません、家族と話してたらあっという間に時間過ぎちゃってて送り損ねちゃったんで、明日今日のメールは送ります。ではランキング読みます。13位ゆあちゃん、12位ズッキーさん、11位やくさん、10位バラさん、9位クロちゃん、8位 MK さん、7位ゆたかさん、6位バーミヤンさん、5位 MJ さん、4位タータンさん、3位ヒロトさん、2位ポクピグさん、1位タイちゃん、ありがとう。メールで喜んでて、あ、本当すいませんね、今日は結構レア配信だったな、今までしたことない感じでしたね。ランドセルとか昔のアイディのものを見せるっていうのはあんまなかったんで、レアでしたね。スペチャリさんありがとう、またゆっくり話しましょう。 RS ありがとう。愛知の部屋なの、そこ、いや、なんか部屋の一室っていうか、部屋の中の部屋って感じ。アイリの部屋で割とちょっと広かったんですよ。そう、普通に結構な広さなの。その中にまた部屋作っちゃってるのよ、防音室、弟が勝手にね。うん、そう、だから今ここ真っ黒の部屋になっちゃってるわ。ありがとうございました皆さん、じゃあねー、福岡帰りますからね、明日。じゃあね、バイバーイ。またねー。